ウィス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 助けてよいしょはい、明けましておめでとうございます、新年が明けました。2023年の新年は、すごく穏やかないい天気のいい年明けとなりました。ありがとうございます。とりあえず1個潜って2本目朝はお雑煮を出してくれました。これからドライスーツを着ます。ドライスーツを着る前に大事なことはトイレに行っておくことです。ドライスーツを着たらもうトイレに行けません。まず左手を通します。次に右手を通して最後に頭を抜きます。よいしょ。そしてチャックを閉めますが、このチャックはすごく硬いです。よいしょ。一人で閉められないときは誰かに手伝ってもらいましょう。特に後ろにチャックがあるやつは誰かにやってもらわないとできません。最後ね、しっかり隙間が開かないようにしっかり閉めないと水が入ってきます。最後にカバーのジッパーも閉めれば完成です。はい、これで完成です。2022年終わって一発目よ。すごい。3年度の潜り初めに行きましょう。早速潜り初めです。タンクに BCD を引っ掛け、タンクのキャップを外してレギュレーターを取り付けます。ベルトを締めるのも忘れずに。この時残圧を確認します。180以上あれば OK。 メーターは200くらいを指しています。チェックが終わったらバルブを締め、レギの空気を抜いておきます。はい、タンクの処理型です。左肩を裏返しておいて、右肩を背負ってタンクの下に手を入れるんだけど手が入んないよ。タンクの下に指先を引っ掛けてそのまま立ち上がる感じです。よいしょ、よいしょ。ドライスーツは左腕にバルブがあるので腕が抜けないんですよ。ドライの時は左肩から先に担ぐのがいいでしょうね。あかん。ダメだ、ドライだと手が抜けません。助けて。ガイドのケイタさんが助けに来てくれました。はい、ありがとう。はい、よいしょ、よし。これは編集でうまくつないで一人で背負ったことにします。あはは、ね、
人でうまく担げたでしょ。お正月の恒例となっている輪っかくぐりです。今年は3回もくぐらされました。ホウボウがいました。足で海底を歩く魚です。珍しいというほどではありませんよ。結構ホウボウにいます。胸びれを広げると綺麗なのですが、この子は広げてくれませんでした。ソラスズメダイですね。濃いブルーがとても綺麗な魚です。熱帯魚みたいでしょ。こちらではチョウチョウウオが体をクリーニングしてもらっていました。すごい気持ちよさそう。この黄色いやる気のなさそうなものが天草アメフラシです。やる気なさすぎてなかなかピントが合いません。もうエグジット口なのですが、こんなところに赤カマスがいました。ふとでは僕は初めて見ましたね。光の筋が綺麗ですね。皆さんが思っているより綺麗な海でしょ。冬は透明度が上がるんです。ねえ、温泉丸きっと気持ちいいよ。あ、今日で終わった、終わった。プロのダイバーは大抵6班と呼ばれるこの黒いウェットスーツを着ています。みんなドライスーツなのに、ケイタさんさすがプロですね。次僕ドライで行きますので。おい、緩めてる。新年1本目を潜って、今温泉丸に戻ってきました。よいしょ。温泉丸あったかい。スーツのままお風呂に入る。うわ。ドライスーツのままお風呂に入ると内側が結露してびしょびしょになるのでおすすめしません。十分に水面休息をしたら続けて2本目いきます。ふとの地形ポイント、ふとホールにやってきました。手前の魚は南ハタンポでしょう。どうですこの蝶は。光の帯と南ハタンポと誰かの足。熊の実ですが、これ超小さいの。動くミニチュア。アラちゃんの指がこの大きさですからね。黒いのは三つ星黒スズメダイです。ね、ちっちゃいでしょ。やっぱりケイタさんもこれやってますね。何かを見つけたようです。2匹いるって言ってますね。アオウミウシです。違う種類みたいに見えますが、どちらもアオウミウシなんですね。空を覆い尽くすキビナゴの大群。ダイビングが終わったら機材を水洗いして塩を流します。 BCD の中にも海水が入るので水を入れてすすぎます。これ僕じゃないですよ。だって僕が洗ってるのを誰が取るんですか。新年の2本、潜り終わりました。今お店に帰ってるところです。こうやってね、
機材なんかは置いとけばトラックで運んでくれるんだけど、こういうカメラなんかね、思って、お店まで歩いて帰ります。で、やっとご飯です。餅つき大会です。おいしょおいしょおいしょ。ここで巻いてください。毎年僕はこれが楽しみで行ってるんです。そういうときなこ、はい、ここで巻いてください。つきたてのお餅です。やっぱりね、つきたては特別に美味しいです。本当につきたては特別に美味しいです。この後も機材を干したりしてたらすっかり夜になってしまいました。ダイバーの平和を守るためパトロールに出たアラちゃん。いやー、助けてー。出るのか必殺技。スマホ。もしもし、警察ですか？すぐ来てください。急いで警察を呼んだら、おい、お前、なんでそんな格好してるんだ。職質された。ちょっと署まで来い。いやいやいや、僕じゃなくて。そんなわけで、家路に着いた時にはもうすっかり真夜中でした。大磯パーキングエリアまで帰ってきました、ね、パーキングエリアで車止めて、この絵を撮ってます。およそね、3年ぶりにダイビングショップで、年を越しました。昔なじみのね、連中がこう随分集まって、もう予想以上にね、たくさん集まってくれて、すごく楽しかったです。昔一度一緒に潜ったことがあるだけなのに、もうなんかすごいずっと昔から長い友達だったみたいなね、感覚になれます。古いなじみの連中に会って、ああ僕ここにいるべきところがあるんだと、ね、自分がここにいていいんだっていうことをすごく実感できて、それが嬉しかったし、ありがたかったですね。とっても仮面ダイバーアラちゃんのことにしてもね、撮影があるわけですけれども、それをみんなね、その初めて会った人でも喜んで手伝ってくれるんですよね。本当ダイビングっていい趣味をね、持てたなと思います。そんなことで今回はこの旅を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。アラちゃん、知床行って流氷潜ろうよ。クリオネが待ってるよ。いやだよ。ダイビングユーチューバーなら流氷やらなきゃだよ。寒いの嫌いなんだもん。年々ね、流氷が来る期間が短くなって、来年はもうできないかもしれないんだよ。絶対行かないぞ。北海道知床へ行って、流氷の下を潜ろうという、どう考えても頭のおかしい企画です。撮影されている。